ジャーナリストの高橋正明さん、政治時間と関係者さんにお答えいただき、振り返っていただきたいと思います。それでは、最終受賞者のサポートデザインオフィス、谷尻誠様、吉田愛様、よろしくお願いします。休憩のようになってしまいましてですね、まだちょっとこうあれ終点しまいましたが、まあ、かえってデザインの話はこういう方がいいかなと、とも思いますので、これから、このデザイントークを、させていただきたいと思います。まぶしいですね、まあ、はい、手を上げると送っていただくということですね。はい、ということで、おめでとうございます。おめでとうございます。はい。もちろんですね、この JCD の、デザインのその選考ではですね、まあ、名前は伏せてありますので、まあ、分かってはいるんですけど、決して谷口さんが去年、起こったと、だから今年、取ったということは全くありませんから、素直にあれが残ったということで、進めさせていただきたいなと思います。それではとりあえず自己紹介とかみんな知ってますよね。あ、高橋さん、申し訳ないです。高橋と申します。自己紹介というのはですね、僕の仕事はですね、日本の建築とかデザインとかアートを主に海外の雑誌に書いてるんですよね。それで谷尻さんは結構何回も取材させていただいてますし、僕はやってましたディーゼルっていうファッションブランドのショップのインスタレーションの仕事をお願いしたことがありまして、その時ももうすごいアイデア版で、しかもそのクライアントを本当にこう、なんていうんですか、クライアント殺し、クライアントキラーっていうか、もう本当にもうなんか引き込んでしまう、そういう魅力がある人で、もうあれ以来、何年前ですかね、何年前でしたっけ、10年ぐらい前です。2008年、もうあの時以来、もうずっと、もうご活躍で、もう本当に今日久しぶりに会いまして、よろしいですか。ではまずこのスライドを一度用意していただいているものから、スライドやった方がよくないですか。はい、はい、はい、ほんと数枚ぐらいしかないです。あ、そうなんですか。じゃあ1枚ずつちょっとやってみましょう。先ほど小澤さんが聞いた方からもあったんですけど、まあ、僕らの方もそのデザインっていうのが、まあ、昔は形だったことから、それがだんだん機能になってきたり、プログラムになってきたりですので、このその、ブックアンドライトも実はいろんなところで紹介されていて、それは一つはその形もしくはデザインのことから、どうやって運営していくのかとか、どうやってこれを思いついていったのかとかっていうような、その様々な立場からこういろいろこの新聞やいろんなところで紹介されていったと思うんですね。でそこでその例えばそのまあもう想像はできるんですけれども、今みたいな形でそのこのプログラムが一番最初にちょっと話があったとして、そこからどうやって膨らましていったのかっていうのをちょっとどういうふうに発想を思いつくかみたいな話を含めて、一番根っこはですね、まあ、これの事業主のアルストアさんの、社長の浅井さんとただ飲んでただけなんです。そうで、やっぱりこう世の中にはこう借りられない人気のないこうテナントがあって、まあ、そういう場所がいろいろあったよねっていう話の
かで、まあ、どうそれをどういうふうにしたらいいかということで飲みながら、まあ、ゲストハウスとか場所がいいからいいじゃないですかっていうご提案というか、まあ、飲み会の時の雑談といいますか、はい、それをしていて、じゃあやろうかみたいになってでやってくれるというよりもちろんやりますっていうのが飲み会だと、うん、それまあまあ、変な話ですけど、はい、飲み会の時っていうのは、はい、まだほらこう平面図とかね、平面図要するにその、はい、具体のね、その骨面があったりするわけじゃもちろんないから、はい、その後でまたそういうふうに、じゃあここはどうだみたいな、でそういう会話のように、まあ、案をこう作るといいますか、そこでどんなゲストハウスをやるかも、アルファさんも初めてゲストハウスをやるということで、何も決まってないところから、まあアルスターさんと、まあ、サポートでブレストをして、でどんなゲストハウスがあったらいいかねっていうところから始まってます、ね、はい、うん、ということは、その宿泊をしたりするっていうことに対してはもともとやられてないってわけですか。はい、そうです。ということは、その、まあ、プログラムというか、その発想から含めて、はい、その、まあ、どうやって飲み会が始まったか、はい、プログラム選考かデザイン選考かみたいな話をさっきしてて、デザイン結構変化してるって話をさっきしてたんですけどね。そもそも空いてる、まあ、テナントのね、人気のない、まあまあ、テナントだったので、そんな立地がいいわけでも、なんかいい風景が見えるわけでもない中で、普通のホテルをやっても、まあ、面白くないから、今ベッドと何かを組み合わせることで面白いことをしようみたいな話があって、じゃあそのもう一つって何だろうっていうのを取り付けてね。最初は実はあのブック&バーがいいんじゃないかって感じで、B&B だしなんかいいよねって言ってたんですけど、間違いなく飲むとみんな騒ぐじゃないですか、で寝たいのに騒がれても嫌だし、なんかこうお酒飲んで帰りたくなくてそのまま泊まれるのいいよねっていうような発想だったんですけど、なかなかそうもなんかきっと賑やかになんて良くないよねっていうので、まあ、どうやったらその違 う, こう眠る行為と違う行為がなんかこう同居できるんだろうねっていうのをまたこうみんなでブレストしていた。そうすると、例えばそのブレストをするときっていうのは、まあ、まあ先ほどのデザインっていうのは、まあ、最後のこう形や収まりにならなければいけないけども、その前にそのさっきのそのプログラムのところからも作っていくっていうのが、それを例えばその谷地さんとその吉田さん の, そのまあこうフォーメーションというのか、それはどういうふうに積み上げがあるんですか。なんか、まあ、男子と他は男子チームだったんですね。まあ、面白いけど大丈夫それみたいな。よくあるのはどっちかというと僕はやっぱ小学生的発想で、こんなのあったらいいじゃんってこうどんどん出すんですよ。いつもそうですよね、なんかね。そういう時もなんかこう、バランスを出してもらう。結構真面目にふざけるっていうのはいつも大事だなと思っていて、いや、こんなの、これならできるっていうアイデアって、割とみんな出せると思うんですけど、こんなのあったらいいよねってアイデアって、どうせできないから出さなくなるじゃないですか。で、僕はやっぱり常に、あったらいいよねってことばかりを出すんですよ。そうすると、やっぱり吉田とかはリアリティを持って、いや、それはこういう問題があるよねっていうのは冷静に、まあ、こう叩かれるというか、そうやってこう飛び抜けて引き戻されてっていうような中でだんだんまともになっていくんですね、アイデアが。その中で魔法っていうのは、やっぱり自分は本大好きなんですけど、魔法読んでてすごい眠たくなってそのまま寝ちゃうみたいなことってよくあって、なんかすごい眠りっていうのが近いなって思ったのと、なんかその図書館とか行った時にやっぱりなんか別に静かにしなさいって書いてなくても自然に静かじゃないですか。なんかそれってなんかこう言わなくてもなんかそうなる空気感っていうものを持ってるなと思って、でなんか本があるバーがあってそこにちょっと前に行ったんですね。でその時になんとなく、あ、なんかこう本があるって時に勝手に人が静かになるっていうよう なんか体験をなんかちょっと感じたので、そうするとなんかそのバーでなんかそのまま眠るっていうのもいいけど、本があるってことで眠りたい人も眠れながらなんかこうオリジナルなものが作れるっていうのでは相性がすごいんじゃないかなと思って、はい、実はね、シンプルにもね、この運営の方々のそのインタビューが読みながらその寝ちゃいたい気持ちになるよねっていう、だからそれを
元がすごい恐竜されているような気がしたんですね。で、まあ、本来あのお店で、まあ、飲んでて寝られると困るじゃないですか。でもじゃあ寝ちゃえっていうその発想とね、それとその、元々やられてなかったそこら辺のそういうその宿泊施設をやってなかった、ことに対してのそのプレゼンターを投稿された。で、今その感じになるのは、イメージはすごくあのいろいろ出てくるから、でもそれをあのどちらかっていうとその、まあ、何ですか、ダメなことダメだってその言われる場所は吉田さんだって聞いたんですけど、でも今は本読みながら寝ちゃえたらいいじゃないっていうのは、これまた吉田さんの方の発想でもあるし、そうですね、だからなんかその、飛び抜けて小学生っぽいことを言うと、そうそう、それがすごいやっぱいいことだと思ってて、でもまあそんな中でいろんな意見がある中で、やっぱりなんかこう執着地点みたいなのがあるなっていう、やっぱりたくさんの人で話すと、角が取れていくじゃないですか。で、なんか就職面接みたいな、なんか三次面接ぐらいになると、なんか面白いやついないみたいな、なんかやっぱ案もそれと近いような気がしていて、いかにこう尖ったまま最終面接までたどり着ける案になるのかみたいなことは、まあそれすっごいよく負けるんですけど、コンペになったの場合は。でも、こういうプロジェクトになると、ある種こう、その補説さんと一緒に、そこがこう、なんか、まあ、いつも共犯関係を結ぶって言ってるんですけど、はい、なんかそうすると幸せ なんか事件が起こせるというか、まあ、これうまいんですよ、谷爺さん、なんかこれだとすごい谷爺さんパンになっちゃう。設定者って単独犯になりがちじゃないですか、うん、口もうまいし、なんかプレゼンテーションもうまいから、そのある種素人であるお世辞さんっていうのはなんか騙されるっていう言葉があるんですけど、あ、確かになんかそれいいですねってなって、そっちにどんどん道しるべができてくるじゃないですか。でもその時になんかいい時はいいんですけど、なんか良くない問題が起きた時って急になんか設計者って突き放されるじゃないですか、うん、なんかそういう体験もやっぱり自分もしているので、単独犯は良くないなと思って、やっぱりこうチームで共犯関係でできた方がなんかこう、一緒にやったよねって、そう別にそこ保険をかけるって意味じゃないんですけど、その方がなんかプロジェクトやってて幸せだなって思うんですね。今日その話を一番聞いてみたかったんですよ、はい、というのは去年のその、3つの作品で、ね、去年 そのデザイナーストックっていうのはちょっとこうその3お三方にこう持っていただいたって、まあ、なかなかこういうちょっと個人的な話が聞けなかったというのがありまして、でもう一つはその今デザイナーがこう考えて何か、まあ、回答を出していくという、まあ、言い方もまあよく聞くんですけど、僕はそのあるこうチームに招聘されてるんじゃないかなと思っていて、でそれがその今先ほどの運営のこともあるし、まあ、作らなきゃ意味がないし、予算を出すお金を出す人もいるしということの中で、まあ、一つ一つなんかこうチームを招聘されて物事を作っていくんじゃないかと思ってですね。ですので、今回僕はその、このキレクのその物価のレートとどうしてもそのこう去年の流通の中にあったものとの間っていうのがすごくその、まあ、距離があるというや距離があるやってることは、まあ、ちょっと近いのかもしれない、同じデザインなんですがね、ただ、できたものの、その、まあ、距離感とさ、あとその社会性みたいなものとかすごく違う切り口に思えるんですけども、例えばそういうそのことに対していかがですか。そんなに変わらず同じ気分でやってるような気がします。いつもなんか思ってるのは、まあ、全く今までなかった新しさっていうよりも、ここもなんか普通にベッドっていうものがあって、魔法っていうものがあって、みんなのね、馴染みもあるもの、だけどその組み合わせ方が新しいっていう、なんかそういうことを見つけていきたいなというのは、最初言葉作るんですよね、 YouTube の時は、まあ、懐かしい未来というような、なんかそういう逆説的なことですし、ここでもどちらかというと誰もが知ってる知らないこととか、なんかそういう何かこう全体のチームをこうまとめていくような、こう例えばなんかこうコピーライティングしていくような雰囲気で、今回こういうテーマだよね、こういうコンセプトだよねっていうのをなんか掲げて、
で、みんなでこう話していると、やっぱりこう刺激し合うじゃないですか。そうするとこう、ウェイってこう出てくるというか、なんかそういうやり方がいいというか、やっぱり、なんか自分で考えたことで自分でデザインをするっていうことに、言葉を選ばず言うと少し退屈で、なんかもう少し自分たちでは思い通りにならない、なんか他者がそこにこうデザインに介入してきて、なんかこう少しやりにくい中でやるっていうことをあえてこう意識的にやることで、僕たちもなんか自分たちの事務所だけでこう閉じた中から出てくるデザインだけじゃない、もっと違うなんか新しい要素を引き出すような環境づくりを、まあ、これはどのプロジェクトもなんかそういう風に、なんか右手で書いた方が上手だけどわざと左手で書くように、なんかそういう感覚でこうデザインをしようとしてる、ね、うん、最近そういうの多いですね、デザインの仕事でも。あ、ただそれをね、そのまあみんなあの、まあ、コンピューターじゃないからこう出てきた頭の中でいろんなことを、その発想を今まで持ってたものをこうバーって考えながら、あるこう答えを見つけようとはしていくんでしょうけど、今のすごく同じチームの中に、まあ、いわば他者で、まあ、今あえておっしゃったけど、その他者がいて、でその他者と、まあ、要するに吉田さんがいて、吉田さんもこういうことがあの例えば私のと違う、そこの間に浮かんでくることを一つのチームとして出していくってことですよね。そうですね、だからすごいよく喧嘩しました。そうなんですか、ね、どういう意味で喧嘩するんですか。吉田はすっごい優秀でプロジェクトをどんどん推し進めるんですよ。あ、それはそう思いました。はい、ちゃんとしてるんですよね。すごい真面目な人で、すごく理屈ちゃんと通る人で、他人さんは結構なんかチャイルディッシュでバーンっていっちゃうみたいなところがあって、でもやっぱり物事には締め切りとか予算とかいろんなことがあるので、でも時としてそのちゃんとやろうとしていることが、あの悪く言うと収めているっていうこともありますし、そうすると、なんか全然新しくないじゃんみたいな風に言っちゃうけど、そうするとなんかちゃんとやろうとしてるのに、なんかいい加減な僕みたいな。そういうのはやっぱり常にでもあるんですけど、でもそれはなんかいいことだなって思って、うん。そうするとちょっとあの一番最初の話にまた少し入るんですけども、その例えば大間さんはそういうその例えば、宿泊施設をやっていますと、で、まあ、もちろんその家賃っていうのが、まあ、ありますよね、はい、それに対してどう投資していくか、そうするときっとその、まあ、客単価がこうで、そうすると何平米 でそれがこういくつなきゃいけないかとか、で、まあ、そういうその、まあ、お題っていうのが出てくると思うんですよ、そのイメージとは別に、はい、でそのお題に関してはその例えば田尻さんがこういろんなことを言ったのに対して、それでは例えばその解決ができないとかっていうような話だったわけ。そこが実は逆でですね、僕らも事業主になるんですよ。この事業がこれぐらいベッドじゃないとダメですねとか、っていうふうにちゃんと、なんかちゃんとじゃないですけど数字は見ながら、うん、もうちょっと増やせないですかねとか、っていうふうに時としてそのインハウスのデザインになってしまうような、そういう立ち位置を取りながらこうプロジェクトを進めるんですよ、ね。うん、僕はあのその、まあ、ちょっと逆に今すごい意外だったかもしれないですけど、はい、その今日本のデザインでそのデザインマネジメントってなかなか難しい話になってるじゃないですか、はい、だからその今どこの会社かってね、その今こういうだけのコストをかけて、これだけこう回してだからこの客単価で何席って、そういうその当たり前の商売だから、商業っていうことは商売だから、そこをちゃんとその抑えるっていうのはいけないじゃないですか、はい、でもそのデザインっていうのが一つ格好だってこう考えると、今のそのこういうことがいいんじゃないかっていうふうに絵だけ考えてることが多いので、まただいたい今記憶はそうなったと思うんですけど、はい、この今のその例えばあの商業のプログラムっていうこのお菓子 の考えるって言ったのは、はい、そう普通にこう何て言うんですか、仕入れがこうだとかっていうのをちゃんとこう考えられる、どれぐらい売上げいくだろうみたいなことは、まあ、僕がやるとこの性格なのでめっちゃ儲かる感じのことしか出さないですけど、吉田はそんな事業になるわけないじゃないですか、落ちてるよね、いろんなこと。あ、数字計画の中に光熱費とかも入ってないんですよ気分で入ります、気分で
そうするとその最初のプレゼンテーションの時に、はい、例えばある子混在してここに本があってこうこうこうでって言いながらそのプレゼンテーションシートの最後の本になってくるとこれはその何席なきゃ足りないしだからこの広さなんですよとか、はい、今のその収支計画みたいな、まあ、イメージですね、はいそのはい、実際の事業主ではなくて、はい、あれだけどそういう収支計画イメージみたいなものもつけたりするんですか。求められたものはつけますけど、あ、まあ、このプロジェクトのように一緒にやる場合は、まあ、同時にこうやりながらっていう感じ、うんうん、谷爺さんって意外とあの結構うざったりですね、数字とかねまあこう言ってはどうかと思うんですけど意外とうざったあまり興味がないかもしれない。いい意味でも悪いでもないです。はい。そうですね。前、三つ星とか出してもらったときに、すごい、まあ、ラブな感じで、はい、人によっては、もう、弁当代まで書いてくれた人もいるんですけど、はい、谷口さん意外と、もう、あんまり詳しいことなくて、でもまあ、もちろん納得いく数字があるんですけども、うん、結構ラブだったんで、意外とびっくりしました、そこ。そうですね。まあ、どちらかというと、一つのプロジェクトで、なんかお金がこう、もちろん成立するってことも大事なんですけど、それをやったことによって自分たちの未来が本当に作れるプロジェクトなのかどうかってことの判断基準の方がなんか僕はすごく大事にしていて、まあ、ここで別に儲かなくていいってどっかで思っちゃいました。でもやっぱりスタッフもいてだいぶ僕も大人になってきて最近は割と考えるよね。すぐ口からもいくらでもいいでしょって言っちゃいたくない、かっこつけたいんで、でもそれ言うとやっぱりいい経営者ではないんだなってことが分かってきたので、経営者というのはちゃんとスタッフの給料も考えてちゃんとお金をもらえるっていうのをやるのが経営者なんでってことが分かったので、最近はうかつにそういうコメントはしなくなったと思うんですけどね。最近ちょっとこのデザイン賞の話とは少し違うんですけど、はい、引っ越しをされて、あ、今からするんですね。それでその、はい、要するにこうまあ、カフェって言うんですか、飲食、食堂、あ、その社食堂っていう、その、まあ、その一つコピーが大切だなと思ったんですけども、はい、それはそのスタッフの人たちにちゃんとした飯を食わせないと、こういうその、まあ、設計とかデザインって劣悪な環境だからダメじゃないかっていうような発想だったっていうようなことをちょっと書かれたように思いましたけど、はいはい、ちょっとそこら辺のお話、まあ、もちろんデザインとか設計事務所ってかなり、まあ、環境が良くないところが一般的に多いので、ブラックって言いますよね、はい、なんかもちろんこうお給料が上がるっていうこともすごく大事だと思いますし、まあ、休みがあるってことも大事だと思うんですけど、でもやっぱりこう健康な体を作るっていうことも、まあ、なんかデザインなんじゃないかなと思って、やっぱり僕らがこう考えることって食べてる食べ物がもう自分の体の細胞を作ってるわけで、その細胞が脳に指令を出してアイデアを出すって考えた時に、そのちゃんとした細胞が体に摂取されてないんだとしたら、健康的な思考や健康的なアイデアはなんか出ないような気がするんですよ、だとしたら、まあ、川上まで遡って細胞をちゃんとこうみんながいい細胞を取り入れる環境を作るっていうことが、いい事務所を作るっていうことに最も近いんじゃないかなと思ったので、それがシャーメとつながってるんですか。社食で社食をやりたくて、事務所の名前はサポーズです、ええ、サポーズもどういう意味で、なんか仮定してみる、仮定するっていうか、どんな相手を仮定して、まあ、想像するっていうこともあって、まあ断定的ではないってことを常に持っていたいっていう意味もありますし、で、まあ、そうですね、そんなことを思って、なんかやっぱりスポーツって個人技も重要ですけど、やっぱりチームとしてなんか成熟したチームの方が最終的に強いような気がしていて、いざという時はもうチームがダメでも一人が突破して点を取るっていう瞬間も必要ですけど、やっぱりそこには限界を感じているので、結構スポーツの比喩が多いですね。比喩がまあ、お話しの時にバスケットボールとかね、はい、それをやってたよく分かりました、はいはい、はい、そうですね、まあ、それで前々からやるって言ってたよね、社食に関しては、本当に事務所っていうのを作りでやってる時に、やっぱりこう入ってきてスタッフの子があって、まあ、成長していって
本土近海で月がなくなっていくっていう、まあ、パターンに陥るんですよね。そうするとなんか毎回こうプラスターボードのところから説明しないといけないみたいな、まあ、そういう状況を繰り返して私は言ってたんですけれども、やっぱりこう今30名なんですね、スタッフが。ってなった時に、やっぱりそのいろんなお仕事が来る中で、そのチームとしてやらなければもうできない状況がもあって、でそうするとやっぱり長くいてくれる子がいて、ちゃんとある意味なんか社内の、まあ、全部フラットになってるんですよ、うち建築、インテリア、まあ、プロダクト、まあ、インスタレーションもろもろあるんですけど、その部署みたいなのを決めてなくて、そうなんですよ。やっぱりいろんなものをやることでそれらを反映させたなんかものを作りたいから、のインテリアで学んだこととまあ建築で学んだことっていうのがやっぱりうまく混ざった時に、まあ、どっちにしかできないことができるんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあ、効率は悪いけどそういうふうにあえてずっとしているんですね。でなんかそれも含めてなんかその3年ぐらいの自分自身もすごい面白いことができるっていうふうに良くなりたいなと思った時に、やっぱり長くいてほしいっていうふうに変わった時に、なんかアトリエと企業の間みたいなことができないかなってずっと思ってて、なんかスタッフがやっぱり帰れないとか給料が安いとかもいろいろあるわけじゃないですか。なんかそれがクオリティはちゃんと担保しながらある程度経済的にもっていうところに行きたいなって思うんですよね。実は、まあ、これはこれからその、まあ、やられていた、まあ、新しい事務所も連れるわけですけれども、もともと広島で、やられていて、そのシンクっていう、その今70回ぐらいですか、71回、やられているそのイベントを、そのいろんな方々を呼んできて、まあ、広島でそのトークショーをやると、はい、で本来はそのトークショーですらその自分たち その事務所のスタッフがその、まあ、形式が狭くなってしまうことを、まあ、防ぐために言っていったらいいんですけれども、その要するに目線をこう 広い目線を取るために、始めたんだというふうに何か書かれてるんですけど、まあ、やっぱり会社ってボスたちは社交しないと次のプロジェクトも生まれないし、未来を作るために、まあ、営業とは言わないですけど、いろんな人に会うことが仕事でもあると思うんですけど、やっぱりその間にスタッフたちはずっと事務所で働いていて、でボスはどんどんインスパイアされると思うんですよ、いろんな人に会うから。でもスタッフがじゃあインスパイアされるときに割と自分の環境に近い人にインスパイアされることが多いと思うんですよ、若いうちって。だとしたらやっぱり僕たちが会った素敵な人を、まあ、スタッフに合わせるっていうのが一番インスパイアされるネタが一緒だったら同じ刺激を受けるかもしれないし、同じ方向に向かいやすいですし、だからこう、まあ、スタッフに合わせたいから呼んで、でも社内だけだともったいないから社会にもって言って開いたトークショーをする。で社食堂も同じで、やっぱりスタッフの健康を管理したいけど、どうせやるんだったら社会の人の健康も管理した方がいいんじゃないかなっていう考えなので、なんかこう僕らの中では、まあ、世の中でいうブランディングみたいな言葉っていうのは外のことを考えがちなんですけど、でも中のことを考えた方が一番外のことを考えることにつながるんじゃないかなっていう、まあ、そういうすごくシンプルなことなんですよね。軽くてすごいね、まあ、70回のセミナーを一つの事務所でやるっていうことは、まあ、普通に考えるとすごい大変なそのことだと思ったんですが、吉田さん、いかがですか、その。まあ、スタッフは大変だって言って、広島の事務所の3階がワンフロアあるんですけど、いつもは、まあ、ガランとして一輪車止めたりとか、例えば何かのモックアップ作ったりとかしてるんですけど、前日にこうやって片付けてやってみたいな感じ。まあ、スタッフはやっぱりだからただ聞けるわけじゃなくて、やっぱ大変だけど、その例えばそのセミナー用意しなきゃいけないじゃないですか。体を使ってやるけど、まあ、そういう人だけやって、で少しその生の社会をまた見ることができるっていう、だから月に一度どこの誰かわからない人たちが事務所にやってくるっていうのは、うん、だからすごい素晴らしいことだなと思っていて、結局あなたたち何やってんのって聞かれたら、その自分たちの設計をどんな風にやってるかってことを答えるでしょうし、常にこうよくわからないこう
カルチャーが渦巻いている中で自分たちの立ち位置を見つけるってこともあるかもしれないし、また違うカルチャーを知る場でもあるかもしれないし、常にそういうこうどうしようもない場所に身を置いておくっていう方が僕はなんかすごく思考がなんかこう活発に動き始めるんじゃないかと思っているので、なんかわざとそういうこう、まあ、ある種混乱を月に1回ご事務所に作り出すような方がいいなと。はい、混乱はいろんな人が来ますし、いろんな刺激を受けて、例えば、まあ、ホットドッグを売ろうって考えるとスタッフがメニューを考えて、どこのパンで、どこのソーセージで、どんなソースでっていうのをやっぱりいろんな人とコミュニケーションを取りながら1個のホットドッグを作り、それをじゃあどうやったら売れるのかってことを考えて、どうやったら買ってもらえるのか、来てもらっている人に感想はどうかとか、そこまで、まあ、やるってやっぱりなんかこうすごいデザインなんじゃないかなと。関係ですよね、それは。はい、はい、関係席も作ってるんですよね、席を作ってるんですよ。はい、要は大学とかによって、まあ、どういう席を作るかっていう、そうなんですよ。発泡スチロールの塊を100個ぐらい持っていて、それをまあバラバラに置いたり、円形に置いたり、まあ、積み重ねて準備を作ったり、ある時はレストラン、一日だけのレストランみたいな形で、まあ、後半と組み立てて、まあ、ロングテーブルを作ったり、そこにお皿はサンプルでもあったりし、こう、こう、こうとか。そういうふうになんかその会場の作り方自体もを設定するっていう、それでその場を作る、うん、まあ、一体そのそれにふさわしい場を作ろうっていうふうにやっていく。なんかね、そのすごい力強くもあるし、そのそのシステム、それもシステムじゃシステムですね、その会社の事務所の中の、その事務所の中のシステムをこう考えつつ、一番僕は最初にね、吉田さんが冒頭で言ったことが、いや、小学生みたいでしょっていう、その力強さと、そのある緻密さが、やっぱ同居してるような、感じがしたんですよ。で、このちょっと去年の話にまた戻してみました。この、尾道のその仕事を見させていただいたときに、実はその、まあ、建築的なことは、まあ、もちろんのこと、最後、部屋の中の、中に入っていって、そのメモパッドだとか、こういうもの、そのデザインの全てがそのサポートでやられてるっていうようなことを、ディレクションデザイナーを、まあ、チョイスさせてもらって、一瞬会話しながら、じゃあこういう方向性にしようっていうのが意思を通していくってことですね、そのサインだとね。そうすると、まあ、今回のこれもそういう、まあ、よくグラフィックのね、方とか、そのサインデザインの方とよくやったりはあるんですけど、その、この道のそのお仕事はもっとこう細部に至るまでがそのあるこうデザインディレクションの対象だったというふうになんかこう思えたんですよ。で、今回のこれもちょっとそういうお話はあるんですか？アートディレクターの方には今回は入っていただいて、でもみんなで打ち合わせをしたりとかしました、ね。なんか好きなんですよね、単純に。ありましたね、オーストラリアの物件とかも。そうですね。あれもすごい、なんかいろんなアーティストが、はい、混ざってくれた。混ざってくれた。すごい変わったクライアントの方に。結局、業務が決まってるじゃないですか、デザインとか設計をするっていう業務。で、業務をやってれば、まあ、もちろん設計料もらえるわけですけど、でも、なんかもっとこう余計なお世話をした方が、良くなるじゃないですか、うん、だからこう頼まれてないのにやるっていうのはもう昔からこうそこ本当ですよね、そうね、うん、なんか昔から飲食店 の、設計とかをするとやっぱり頑張って設計したらメニューがすごいなんか、これみたいな、なんかこうあるじゃないですか、自分で作りましたみたいな、そうするとじゃあ私は作りますみたいな感じで勝手に作ったりとかしていて、なんかそれの延長線上っていうか、なんかメニューも作るんですか？作ってます。グラフィックの担当の子もいます、はい、なんかお店にご飯を食べに行ってそのお店を気に入る要素が何か分かんないじゃないですか。実際は入った瞬間買ってきた果物にまだこうなんか白い箱白ついてたら、あ、このお店ちょっと嫌だなって僕思うかもしれないし、なんかちゃんと果物が置かれてると、あ、このお店なんかいいなって思うかもしれない。でもそれはなんかインテリアとは違う要素かもしれないんですけど、
でもそれがそこにあるってことは一般の人からするとインテリアなわけじゃないですか。だから自分たちがどこまでインテリアと定義するか、どこまで建築と定義するかってことをできれば、まあ、こと細かくなんかこう息がかかっている場を作るっていうことが、まあ、できないかなっていうふうに、うん、はい、なんか尾道の U2 の話でいうと、なんかやっぱりあそこの価値っていうのは、その瀬戸内の、まあ、気候だったり街並みだったり、本当にあの場所にしかない体験みたいなこと、空気感みたいなことが一番大事で、皆さんはそれを求めてくると思うんですよね。でどこにいても、まあ、同じ空気感であれば別に尾道に行く必要もないですし、なのでその尾道にいるその、まあ、小国な感じだとか、その路地の感じだとか、そういったものを感じるためには、あそこを細かいところまでやっていかないと、その空気って出ないんじゃないかなと思っていて、例えばその伝統工芸のものを、まあ、デザインしたもので、あのリンフォームを作ったりだとか、なんかその尾道らしさっていうものをとことん、まあ、追求するというか、なんかそれがもてなし、うん、まあ、そこに来た人に対してのもてなしなんじゃないかっていうのをずっとブランドとも一緒に話していて、そうするとなんかこうバラバラにお願いして、なんかこうちょっとずつずれていくっていうことよりも、まあ、私たちが全て分かっているっていう状況であれば、そこまで細かくやっていこうっていうふうに思っています。もちろんその二人はまあ、さまざまな場所でね、あのお仕事をされていると思うんですけども、やっぱりこう DNA というか、この中に入っている部分として、まあ、もちろんその1回の広島のエリアというところから出てきて、今東京でそのやられているから、一番そういった意味ではピンとくるところがあると思うんです。で例えば、まあ、まあ、とってこともいいんですけど、じゃあ札幌で仕事があった、で あるこうイメージをして、ここのあの町だったらこうじゃないかっていうそのイメージはするんだと思うんですけど、ただ僕はそのやっぱりその U2 を見たときに、そのそこにもう持っているその地図の中に入っている、その、それこそこう、まあ、DNA みたいなものがうまくこう作動しているような、なんかあの物件に対してなんか愛を感じちゃうっていうかね、なんか不思議とね、谷地さんの原風景がそこにこう具現化されてるみたいな、なんか多分僕らはきっとあのプロジェクトはなんか集大成というか、あの時点でのなんかやっぱり建築を普段からずっと作ってきて、こうどうやったらこう内部にいながら外部のような環境が作れるのかだとか、なんかそういう、こう体験も含め、そもそも外部とは何なのかだとか、そうするとこうあの庭というものが室内に存在するのかだとか、もしかするとその温度っていうものをコントロールすることが外部になるんじゃないかだとか、なんかさまざまな要素がこう路地みたいなこととか、それがこう U2 はこう、ね、あのうまく集まったというか、なんかデザインの領域みたいなのがすごい自分たちの中でも広がったというか、その熱感性を、ね、まあ、デザインするっていうこともやっぱりその場所を見るからこそ、まあ、天下性からうまく来る感じではなくて、中間地は開放的に当てて本当に海からの風を受けるだとか、なんかそういう心地よさこそ、まあ、それもデザインだなっていうふうにすごく、うん、やっぱり湿度をコントロールするっていうこともやっぱりインテリアデザインだなと思ったんですよ、うんうん、でもどうしてもやっぱりこうデザインして形を作るっていうことの方が前に出がちなんですけど、でもそこに行った人にとってでは、さっきのリンゴの話と同じように、その温度や空気や風も全てがやっぱりインテリアデザインなので、音の話、そうですね、はい、そうですね、はい、そういうことができないかなと思ってなんかやってる、うん、せっかくですから、せっかくですね、ちょっと、まあ、これはその本当に古いっていうのでなんかネットから拾ってきただけで、これは、はい、あのネットから拾ってきます。拾ってきます。そうですか。はい。拾ってきます。プレゼンテーションの時に、例えばこんなイメージだとかっていうふうにネットから拾ってきたんですか。これ教養に拾っただけです。はい。これ教養に。教養に。から拾ってきます。はい。で、他のスライドの中で、まあ、これは出来上がりですけど、はい、もう一枚次に行っていただいたら、これはインターステラーって皆さん映画ご覧になったことがあるかもしれないんですけど、例えば、まあ、なんかアイデアの着想っていうのはこういうところにもあるなと思っていて、やっぱりこう昔からそういう、こう映画っていうのはなんか、ね、
岩岳の向こうに野球場とか、この木の下に昔 の風景にたどり着く場所があるだとか、街の路地の奥になんか違う世界が広がっているだとか、なんかそうい こう映画の世界、まあ、としてはもうこう本棚の向こうにこういう次元が広がっているっていうような、なんかそういうこうすごく夢があるなと思ったんですよ。まさか今日の話であのインスタスペインが出てくるとは、はい、思いませんでした。すごい面白い、ね、はい、でやっぱりこうその本と眠りっていうことを考えたときに、まあ、コンテンツとしては本と眠りいいよねってことが分かった後に、じゃあどういうふうにこう本棚とベッドが関係したらいいだろうっていうときに、何かその映画の作られ方とこの場所がすごく合うといいなっていう、なんとなくこれは感覚的にふと降りてくることで、でそれが結びついてやっぱり本棚の向こうにベッドがあった方がいいなっていうふうになんかハッとして思ったんですよ。でそれをやるとどういうことが起きるかって考えた時に、なんかこうよく旅行とかに行ってあの駅から降りると顔はめありますよね。顔はめってなんか普段見てるとなんかこんなの誰がはめて撮るんだろうと思うんですけど、ついうっかり顔はめて記念撮影撮ったりするじゃないですか。なんかあの感覚って実はその本来の向こうにベッドがあると、きっと友達同士で来たりした時にベッドの向こうからこっちを見て間違いなく写真撮るんだと思ったんですよ。でそれは僕もやるしきっと他の人もやるだろうと。でそうすると今のご時世だとインスタグラムとフェイスブックにそれを上げるでしょうし、つまりそれはもう広告機能がそこに携わっていることだから、きっとそれを見た人がまたここ何なのっていうふうに、このブックアンドベッドをもっと社会に広げてくれるようななんか仕組みが存在しているなと思ったので、あもう絶対これはいいなっていう確信に変わり、あの、まあ、決まって、うん、この今のところまでの下りはね、はい、もしかしたらそのバーのカウンターで決まってるんですか。要するにそのこんなのあったら面白いねっていう、これじゃマスピードの打ち合わせテーブルの、あこれマスピードなんです。うん、その時は吉田さんいらっしゃるんですか。バラバラね、まあ、でも、まあ、OK が決まった時もね、構成どうするかみたいな話の時に、今ね、その、まあ、夢のすごくある話だし、はい、その本棚でその、ね、インターステラーって来ると、僕もこういうのはちょっと目がないんで、はい、まあ、すっごい面白いじゃないですか。はい、でこれがまず例えばその、こんなのあったら面白いなって、向こう側にベッドがあってさっていうようなことっていうのは、なんかこう、なかなかこう、盛り上がって話せないというか、その今これ、カウンター、ほら夜、あの、はい、会って話してる時にバーッと言って、でその時のイメージを、まあ、あの時みたいなこんなことっていうふうに、うん、まあ、持っていくことはできるかもしれないけど、はい、これだってこのインターセルの画像は、まあ、さっきの話もそうですけど、プレゼント時に使ってる画像じゃないんですよね。はい、使ってない。使ってないですよね。だから中では、はい、なんかそういうことがなんかいつも渦巻いているというか、要するに教養のが要するに皆さんに対するあるプレゼンテーションとして持ってきたってことですね。そうですね。まあ、着想としては、うん、なんかこれは僕だけでも吉田だけでもなく、皆さんが映画だって見るし、食事だってするし、もうあらゆるシーンにインスパイアされるものが、まあ、たくさんあるじゃないですか。だから、まあ、そういう意味で持ってきました。はい、じゃあちょっと次の逆に一番楽しみ、 あとはもうこういう同じぐらいそうですね、はい、あのそれがこういう風な形になってきたということですね、はい、うん、でいつもなんかすごく伝えたいのは、あの何かプロジェクトをこう作ろうとした時にやっぱりこうどうやったら作れるかっていう時にいろんなことを集めてくると思うんだよね。でこれが大事これが大事っていうと、でやっぱりそれはすごく意味があるものを集めるんですけど、すごく大事なのはやっぱり意味がないものを集めてるかどうかが、アイデアが生まれるかどうかに大きな影響を与えるような気がしていて、その、まあ、顔はめだ、はい、普段からですね、うん、で普段生活しているとこれは意味があるから取っておこう、これ意味がないものだから溶けておこうっていうと、意味があるものを記憶にやっぱり蓄積していくと思うんですよ。でも意味があるものっていうのはもう意味があるもの一つ単体として成立しているので、わかんないですよね、それ。はい、でも意味がないものっていうのは他と結びついて意味が生まれる可能性もあるので、そういう意味でなんか星座みたいなものだってよく言うんですけど、星座全て星に意味があったら星座が生まれてないと思うんですよ。でもやっぱり意味がないものが結ばれて意味が生まれるわけですから、そういう意味では無意味なものをどれだけ自分が持っているかによっては
アイデアが生まれるきっかけっていうのは、意味があるものの蓄積よりも無意味も存在している蓄積の方が間違いなくこうアイデアが生まれるんじゃないかっていう、これ、まあ、勝手に思ってるんですよ。それは最近あの意味が全部分かったんですけど、はい、前は例えばその田中さんがいろんなことセミナーで話したりするときに、例えばよく気づきって言葉を使ったり、はい、で今のその意味のないものがこう集積こうしていって、でも新しいものが生まれてくるよっていうのは、その最近の、そうです、まあ、前からそうだと思うんですけど、いや、あの例えるのがなんか好きなんですよね。これって何に似てるんだろうとか。メタファーって大事ですよね。はい、デザインの発想ですよ、メタファーって。はい、でそれを説明する上で何って説明すると一番理解してもらえるかなっていうのは、なんか発想ってアイデアって自分は分かってるんですけど、それを誰かに話したときに、なんかやっぱりこう共感してほしいというか、なんか一緒にそれを喜びたいって思うので。うん、何が一番こう共感してもらえる、うん、その本来やりたいことをそのまま話しても建築とかデザインのことってすごく分かりにくいので、それを建築を知らない人が聞いても全くこうそこにハードルなくスッと入ってきてもらうには、何に例えると一番いいんだろうっていうふうに、でもダジャレなんですね、ほとんどダジャレ的に考えると。そうですね。そうでもないと思う。住宅とかも例えば説明するときに、建築の言葉として話すというより、例えばファッションが好きそうなご夫婦とかだと、まあ、服がどこだよねみたいな、うん、その人、うん、まあ、が一番しっくりきてもらえるような言語に翻訳して伝えるっていうのは、なんかまあ、そうしますね。例えば何でも詰め込んでたお家、やっぱり欲しくなるじゃないですか、ね、っていう時にね、やっぱ本当に美味しい肉は塩だけで食べた方が美味しいですよねみたいな。今あなたが言ってる料理って大谷で何料理か分からなくなってますけど大丈夫ですかっていうと、うん、うん、なんか分かってもらえるというか、このでっかいところが塩なんだって、うん、肉のところなんだって、はい、だからそういうような味、はい、そういうことはなんかいつも意識しているので、なんかそれはやっぱり最初僕らはやっぱり大学も行ってないし、こう専門学校で遊んでて、なんかそんなに言ってはあれですけど建築真面目にやってこなくて、でいざやりだすとやっぱりその勉強してこなかったこうツケが回ってくるんですよね。それにこうすごく悩むし、すごくコンプレックスもあるしって言ったときに、いや本当にどういう風にしていったらいいかってやっぱりすごく悩んでた時期があって、その時にやっぱりこういろんな建築雑誌を見て憧れでしかなかったけれど、同時にもしかすると一番その言葉という意味においては僕らの方がもっと分かりやすく建築のことを世の中に伝えていけるんじゃないかっていうところだけに何かこうあの希望を感じたというか、うん、やっぱり素晴らしいなと思うと同時に社会と離れていくよう なんか感覚をこう覚えて、その雑誌を読めば読むほどだとしたら、もう少しなんか世の中の人が建築や空間に興味を持ってもらえるような、そういう活動ができるような事務所って ないのかなっていうことをやっぱり昔から思って、もうそれだけをもうずっとやってる感じなんですよね、うん、まあ、今日ちょっといろんな話をこう聞いて、でしかもそのいろんなこう差があった方が面白かったりとか、でそれがそのずっと話しているうちに、ね、まあ、ある地熱とその、まあ、さっき その子供のような発想の差とか、あとその男性と女性の差っていうのもあるかもしれないし、でこの話もちょっと何か、まあ、趣味だったと思うんですけど、そのできたという、結局これだったら女性は止まらないんじゃないですかっていうふうに記者が言ったら、いや7割が女性ですと、そのいや女性の方が逆に大丈夫なんですよっていうその話を聞いて、でもそれは大体みたいに男性の目線からだけじゃできないんじゃないかなっていうふうには思ったんですね。だから今ちょっと今この写真が窓の前に本を読んでる女性がいて、で要するに見られてしまうけれども、結局それで私こういう場所にいるんだと、まあ、いうことじゃないですか、うん、そうすると、まあ、今更何かにね女性の強さみたいな
うん、またちょっとこう感じたりするし、それはある意味予定通りだったんですもんね。でもなんかあの 近所というか池袋の駅の近くなんですけども、そこに駅から通勤するしたら別に泊まる必要性ないのに、なんか明日の夜で泊まりに来たりとかもするみたいで、要はまあ本が好きなだけ読める、そのまま寝れるっていうので、なんか、まあ、そういうなんか今までとは違う使い方があったりとか、なんかそのホテルには今までなかった風景みたいなのはちょっと作れたんじゃないかなっていうことと、なんかその不動産における価値というか、なんかそういう企画とか新しい組み合わせによってなんかこう面白さを作ることで、やっぱりそこの、まあ、場所が、うん、価値が来るっていうなんかことが、まあ、今回2つなんかできてよかったかなっていう思ってます。そろそろですね、ちょっとね、お時間まだいいですか、あと10分。あの僕らちょっと聞きたいことをすごく聞いちゃったんですけど、あのこ の, あのタイミングでなんか多分あの日本ってこう本当質問じゃないですけど、この人数ですから、 あとそのマネージャーさんとその吉田さんに直接きっと聞きたいことがね、皆さんあるんじゃないかなと僕は思っているんですけど、どなたか質問ないですか。本当にないですね。本当によろしいですか。あの、はい、どうぞ。もうね、本当にね、しますっていうか、はい、なんだろう、谷尻さんってちょっと待ってね、みんなに質問が聞こえるように、あ、ちょっと待ってからね、もらえるもらうか、あ、これみんな一応ドミューさん、いやいやいや、おめでとうございます。ありがとうございます。みんなの前で話されたら、まあ後で飲むと言ってちょっとそうかなぐらいだったんだけど、はい、谷尻さんってまあ相当な人たらしだなと思うんですよ。で、人たらしで話もうまいし、今のもまずこう、なんだろう、等身大自分目線で自分の身の回りのことを切り上げておこうって。で、そこにもすごい説得力がある。で、あそこから入って、でも、小学生みたいな自由なことで広げていくじゃん。で、吉田さんが固めるっていうじゃん。かなり最強感あるわけ。で、質問じゃないんだけど、やってることはね、あんま変わんないなって思ってるわけ。ぶっちゃけ、自分もかなり小学生マインドを持って、世の中の日常に好奇心に触れてるわけ。なんだけど、あの、なんていうの、まあ、今回金賞とかもらってるんだけど、なかなか谷尻さんみたいに広がっていかないんだよ。日常を楽しむってさっきなんていうのかな、すごいその世界をこう拡張したり広げなくても割と身の回りにある本当些細なことでも楽しめちゃうから、それがなんか広がったりより広く大きくっていうところになかなかいかなくて結構苦労してるわけで、どうやるとそれをやっぱ広げてるかって、まあなんていうの、これじゃもう聞くのもさ、くだらない話で、わかんないの分かってんだけど、なんかそのほら、そこからさ、こうどう広げるか、まあ今すごい、なんていうの、人数も多くて、まあ、すごい今迫っちゃってるんだけど、で、しかもこんなのみんなの前で言うこともないんだけど、今ほら、一人も質問いないっていうからさ、ちょっと盛り上がると思って、かみついちゃったんだけど、なんかそれをこう、どう広げていくみたいなことちょっと聞いてもいいか。変な言い方ですけど、その広げるときには僕らの方が広げる手段を皆さんより持っているってことである時気づいたんですよ。それは、落ちこぼれだから最初が、うん、あの多分皆さんは落ちこぼれとかそんなこと思わないかもしれないですけど、僕らやっぱり本当に勉強してこなかった分、あのすごいあの落ちこぼれたなって自分で自覚してたんですよ。うん、でその時にでも世の中見るとサラブレッドより落ちこぼれるのが圧倒的に多いんですよ。であのでも落ちこぼれも頑張るとなんとかこんなになるんだよって言うと落ちこぼれはいや俺も頑張ってみようかなってなるんですよ。間違いなく僕らの方が絶対共感されるんです、そこに関しては。だったらそこでやっぱり味方をたくさん作るじゃないですけど、ちょっとみんなで頑張ってみないっていう風になると、やっぱりなんかそれはこういい空気がこう帯び始めるというか、
でも建築って言い方悪いですけど、なんか建築の人たちでこう固まって頑張ろうぜって言ってる風に僕には見えるんですよ。すごいですよね。すごいいいことだ。僕も時々そういうエッセンスの中に入って刺激されて、やっぱもっと建築頑張ろうっていう風に自分を奮い立たせることもあるんですけど、でもやっぱり僕らが一番やりたいのは、世の中の人が建築に興味を持ってくれて、もっとこう建築家やデザイナーに頼む人が増えてほしいっていうことしか考えていないので、なんかそこはなんかこう手段として自分たちの落ちこぼれ感が役に立つなと思ってます。いや、思いもしないところから弾が返ってきて、なるほどなと思います。あの妙な納得度ありますね。これ話し方何なんですかね。いや、すごい説得力あるんですけど。突っ込んだらなんか意外あれですけど、両方に腹黒いんですよね。でも企みって、僕も企みあるし、皆さんもこうなりたいなりたいって企みあるじゃないですか。僕は企んでるって先に言うんですよ。でも世の中は企んでることを人に言わない。なぜなら企みだから、でそこが大きく違う気がするんですよ。なんか僕性格悪いですよってスタートして普通にしてると思ったらいいねってなるじゃないですか。ですよね。あれ言ってみる。学生の時のあだ名は白い悪魔だった。白い悪魔。黒目だけいいっていう。色白っていうのもかかってるんですけど。あだ名がっていうか、この人が勝手につけたわけですから。吉田さんとはもうその学生の時からのスタート、はい、だからもうそこはいろんなものが共有されてるわけですからね。確かに。いや、今のでわかりました。広いやつ。全てを表してる感じですよね。そうですよね。なんか全部それも含めて、企みも腹黒さも含めてオープンにして開くじゃない。はい、だからやっぱそこはすごいんですよ。で、人魂の法則としては自分から開くってことなんですよ。なるほど。やっぱりみんな駆け引きするじゃないですか。あんたどう出るのみたいな風にしてると、やっぱりなかなか扉開きにくいじゃないですか。でもこっちがこんなんでごめんなさいって開くと、お腹先に見せちゃうと、あ、この人だと話していいのかなってなるはずなんですよね。別に普段こんな風にあの順応って考えてるわけじゃないですけど、自分がやってることってそうだよなっていう風に振り返ってみると、いちいち駆け引きしないというか、もうなんか言っちゃうというか、こんなんでごめんなさいの方が、なんかこう、生きてて楽なんですよね。わかりやすいですか？はい。でもさ、大変さ、それだけだとダメじゃん。いや、俺もうすげえ素直に生きてんだけど、素直なだけの人ってさ、やっぱそれだけで広がんなくない？あ、こいつ素直だなって終わんない。やっぱそこにやっぱその、なんだろう、さっき言った腹黒、なんだっけ、良好な腹黒さ。良好な腹黒さだったり、その駆け引きだったり、やっぱちゃんとそういう、何か目指す方のためにやっぱやり取りなり駆け引きってやっぱ常に意識してるんですか？それもそんなにしてないんですよね。でも本当に結構単純なんですけど、人が好きなんですよ。本当に。いや、ね、なんか別にいい人くらいじゃないですよこれ。でも本当にすごい好きっていう言葉がなんか熱いか分かんないですけど、すごく興味があるんですよ。本当に人は好きで、まあ、人の顔とかめちゃめちゃ覚えてて、あの人3日前にセブンイレブンだったみたいな。すごくね、聞こえるんですよ。1回会ったらすぐメールとか送ってくるんですよ。シャレとか送ってくるんですよ。どんどん、もうすごいです。ああって。でも、それも変な言い方ですけど、役に立ちたいんですよ、なんか。その方がこう自分が存在している意味が、あるというか、だからこういろんな人にもっとこうしたらいいじゃんとか、この人紹介するよってどんどんつないで、その人がうまくいくと、なんか良かったなと思えるというか、なんかそうやってこう自分だけが良くなるというより、みんなをこう良くするには何したらいいかってことをやっていると、なんか結果的にはなんか入ってくるんじゃないですかね。おせっかいなのね。
すごい道とかも聞かれるんですよ、歩いてから。なんか聞きやすいのか分かんないけど。で、すごい電話とかもかかってくるもんね。なんか、あれってどこにある売ってるかなとか、なんか分かんない。なんか、やたら相談されるよね。最近、広島大使として、うん、広島駅で地図を見てこう迷ってる外人がいたら、必ず話しかけて、連れてってあげたりする。でも、そこの、どこの場所にいても、そこの空気感を持ってるからでしょ、きっと。その道聞かれちゃうっていうのは。すっごい聞かれるよね。もういい人がこうにじみ出てる。そこも悪魔の目が見てますよね。目が見てますよね。めっちゃ悪いんですけどね。吸い込まれるような。今の話聞いててね、でも僕、実はこう自分のことが自分で一番分かるでしょ。普通は客観的にならないからあんまり。だからその自分のことをね、そこまでちゃんと言えるっていうのもこれすごいなと思ってて、道具にしたんですよね、自分を、ある種。なるほど。はい、やっぱり道具じゃないですか、なんか自分の体って、だから自分をツール化して使うというか、人に使ってもらうだとか、それはそのガツることか。あ、そんなことないんですよ。かなり目まぐるしくパワーアップしてるんですね。なんか多分仕事始めて挫折したタイミングって、挫折じゃないか。でもなんかそのさっき言ってたあの落ちこぼれの中で、やっぱ建築業界の中でやっている時に、やっぱりなんかその差ってあったりとかして、その時に自分がどうやると、まあそれが武器になるのかじゃないですけど、やっぱりなんかこう考えてたタイミングはあって、その時になんかその初めて、まあ、無料名前を取るっていう、いろんなね、なんか概念っていうか、それをなんか探していくっていう感じ。ちょっといい話していいですか？どうぞ。なんか、その悩んでた時に、やっぱり皆さん雑誌に出てる人も素晴らしいし、なんかそんな風になりたいなって、やっぱり憧れでしかなくて、もうとにかく雑誌を穴がこうで読んでたんですよ。で、ある時、その本店の社長に、まあ、たまたま飲みの席か何かの時に、やっぱり僕はなんか建築大学行った方が良かったのかなとか、そんなことを言ってたら、そのコンベン社長が、お前建築好きかって言われたって。で、いや、すごい好きだから今これやってるって言ったら、それでいいんじゃないかって言われたんですよ。もしかしたらその好きっていう気持ちは、お前が一番日本一高いかもしれないんだから、それでいいじゃないかって言われて、もう一気に荷が下りたんですよ。もうなんか今までそんな気にしてたコンプレックスとか、人と比べることとか、そんなことを思っている自分がなんかもう全部こうキャンセルできて、それから、あ、もう本当建築やっててよかったし、これで頑張ろうって思ったんですね。だから本当にそこだけなんですよね。もともとやっぱいろいろなものを持ってたっていうのと、逆にね、身が降りてパワーアップしたんですよ、きっと。で、だからないものが出てこないから、いろんなものが発動されてる感じがしますけどね。うん、だからすごくその、もともとある柔らかさとか、いや、先生の、仕事というか、そのデザインでね、こう現れてる、持ってたんですけど、やっぱこう、みんなのものがそのまま出てきてるっていうのが、すごくイメージとしてそのあると。あとその、すごい近くに、先ほどのお二人で、あるこう他者のこう、まあ、目っていうと、なんか冷たい言い方かもしれないけど、その要するにちゃんと伝え方が見れるってことですよね、この差があると。っていうようなことが、ものすごく力強さなんだなっていうのも思いましたし、高橋さん、なんか一言。いや、やっぱりちょっと言いにくいんですけど、多分谷井さんってすごい苦労されてる人なんですよ、実はね。あんまり言えないけど。でもそれが結構こうじわじわとこういじんできたのかなと僕は思ってます。いい状態これだと分かんないけど、メイさんいかがですか？いやいや、僕も人に聞いたらむちゃむちゃ努力家だっていうのは聞いてます。あんまり話しない。ちゃんと3回上げてくれ。いや、やっぱり谷重さんと中村博士は死ぬほど努力家だっていうのが僕の認識です。で、みんなの前ではこう、そうですね、そう思います。今日はちょっと少し長くなりましたけど、ただいつもデザインの話聞くよりね、逆に中身が
どうしてこうなってるのかっていうのがちょっと分かったような気がするんで、すごく面白かったです。皆さん、ちょっと拍手を持って。ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いします。デザインメッセージを終了いたします。ありがとうございました。19時半より受賞パーティーを始めさせていただきます。パーティーの会場はアイオイのお部屋となります。会場はお庭を挟んだ、向かいのお部屋になりますので、もう雨も上がったようですから、この素晴らしいお庭を、ふわふわ歩いていくことができますので、足を運んでください。なおこの会場の入り口の受付に受賞者の方の賞状とトロフィーのものをご用意しますのでご覧ください。皆様 お忘れ物のないように、今一度お願いします。ご利用いただきありがとうございます。ありがとうございました。勝手にメンさんには同じ匂いを出してる。ただ大きな壁はちゃんと勉強してる。